こんにちは、こんばんは。今日は火曜日ということで、バーチャルココが担当しております。毎週火曜日バーチャルココということではないんですけれども、なぜか火曜日に私が登場する頻度が増えておりますが、大丈夫でしょうか？バーチャルココにアレルギーのある方は音声のみでお楽しみください。今日はちょっと皆さんに質問があります。皆さんの人間関係において、この人といるとなんか疲れが溜まってくるんだよな、この人といるとなんか疲れるんだよな、その人と会った後はなんかいつもどっとストレスが溜まってるっていうことありませんか？もしかしたらそれ近づきすぎのサインかもしれません。ココワードチャンネル。人間関係ってね、人それぞれ心の距離感って違うと思うので、人によってね、こまめに距離感の調節っていうのをやらないと、どん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 ね、ぐちゃぐちゃになってくるんですよ。この人とはこのぐらいの信頼関係だから、このぐらいの距離感でいましょう、この人とはこのぐらいでいましょうっていうような、やっぱりね、自分を俯瞰することにもなるので、週に一度は人との距離感を見直す日を作ってみるのはいかがでしょうか。今何にも人間関係疲れてないという方っていうのは、自然とね、距離感の調節ができているので大丈夫なんですけれども、最近なんか人間に疲れるな、なんか人に疲れるなっていう場合は、夫婦であろうが友達であろうがママ友であろうがご近所付き合いであろうが、距離感っていうのをちょっと今一度見直してみてください。それだけでも心の負担っていうのは減ってくると思います。他人っていうのはね、どんなに一緒にいて楽しくても、やっぱり腹半分を心がけるっていうのがいかがでしょうか。よくね、腹八分って言うんですけれども、私的にはお腹半分ぐらいでお付き合いするのが一番じゃないのかなと思うので、今回ちょっと短めの動画でこういう動画をお届けしていました。今皆さんがご覧いただいているのはココアートチャンネルなんですけれども、私はこのココアートチャンネル以外にもあと3チャンネル運営しております。私がお絵描きライブを頻繁にしてたりとか、私の作品を中心にお届けしているファーストチャンネル、そしてこのバーチャルココがいつもいろんなところを旅するココ VR は毎日動画をアップロードしているので、ココ VR もぜひ見逃さないでください。どのチャンネルもチャンネル登録してほしいんですが、ゲリラでライブをした時にお知らせ欲しいよっていう方はベルボタンの設定を押していただいて、すべて受け取るに設定しておいてください。そうしないとライブを見逃してしまう場合があるので、よかったらベルボタンの設定もよろしくお願いいたします。特にファーストチャンネルはライブ頻度を増やしていこうと思っているので、ファーストチャンネルもお見逃しなく。最後までご覧いただいてありがとうございました。それではまた明日お会いします。ありがとうございました。